ソフィとは、フランス南東部のオートイコールプロバンス天文台1.93メートル望遠鏡に設置された高分解能エシェル分光器である。精神学及び視線速度法を通じた太陽系外惑星の検出を目的とする。エロディを置き換えるために同像置をもとに設計された。2006年10月から一般の天文コミュニティに使用機会が提供されている。ソフィは、 波長387.2から694.3ナノメートルの電磁スペクトルを観測できる。天体の光は1.93メートル望遠鏡のカセグレン焦点から光ファイバーを通じて導入する。ファイバーは2つのセットの打ち方法を選択する方式で、これにより波長分解能の異なる2つのモードを使い分けることができる。装置の制御はべてコンピューターによって行われ、 記録されたデータは CCD リードアウトサイクルの度に自動で専用の標準データパイプラインによって処理される。観測モードは次の2種類がある。R2 型エシェル解説合紙はリチャードソングレーティングス社が製造したもので 1mm あたり52.65本の溝がある。ブレーズ角は65度 20.440.8cm の寸法で 配置は固定されている。検出器は E2V テクノロジーズ社製のタイプ44から 82CCD 検出器を使用し、これは摂氏 -100 度の高温環境に置かれている。スペクトルは41本の干渉島として検出器上に投影され、そのうち39本をデータの抽出に使用することで、 波長387.2から694.3ナノメートルのスペクトルを取得する。ノイズの少なさを表す信号雑音比は、可視光線における見かけの等級が14.5の天体を HE モードで90分観測したケースでは、ガスあ当たりの値で27に到達した。一方で分光器の安定性は、視線速度の観測で、 達成可能な最小の視線速度の分散で表すことができる。HR モードにおいて視線速度の分散は短期的な値で秒速1.3メートル、長期的には秒速2メートルを達成している。ありがとうございます。